ところでさ、アイリー。ん？どうしたの？アイリーってシンゴの赤ちゃんを産みたいって思う？私、シンゴの赤ちゃんが欲しい。欲しいよ。とか思うようになるわけ？ないわね。やっぱりないよね。サナちゃん、何の本を読んでるの？ゆう？我が子の名付け辞典。何それ、赤ちゃんの名前が載ってるの？なかなかいいのが決まらなくってさ。いい名前があったら募集中。まさかさっちゃんさん。いきなり飛び蹴りしてくる女がいたんですよ。普通に考えてありえなくないですか？そんな女は金を積まれても付き合いたくないですね。二十歳、学生。終わった。第2位、料理のできない女の子。たまにいますよね、料理を覚える気すらない女。やっぱ男としては料理の上手な子にグッときちゃうな。23歳、大学院生。もう死にたい。第1位は、何が書いてあったの？第1位、言葉遣いの悪い女。これはほんとなえるんですよね。言葉遣いって性別関係なく大事じゃないですか。前に人のことをクズ虫って呼ぶ子がいたんですけど、それはお前の方だろっていつも心の中でツッコミ入れてましたわ。ああいうの自分では面白いと思って言ってるんですかね。18歳、とび職。もうやだ、穴があったらそこに入って生き埋めにされたい。そんなことないよ。え、本当にパンニャちゃんはどこ行っちゃったんだろうね。私も心配だな。えへ、熱なんてないよ、いつもの犬だよ。プンプン。私だってたまには女の子みたいに話したりするんだぞ。でもでも、言葉遣いの悪い女の子ってどうかと思うんだよね。やっぱり女の子なんだし、慎みとか恥じらいって大事だと思うの。いた！なんでいきなりチョップするんだお前は！私を壊れたテレビと一緒にするな！